タミッシオカリスはカンブリア期に生息したラディオドンタルイの一族。長い櫛状の全部付属詩を持つわずかな頭部組織の化石の実によって知られる。グリーンランドのシリウスパセットで見つかったタマツヨカリスボレアリスという一種の実が正式に命名される。古いのような露過機能を持つとされる全部付属詩にちなんで学名タマツヨカリスはラテン語のタマジームと カリスの構成である。タイプ種の種照明は、ラテン語のボレアリスによる。全部付属子の長さは、最大12センチメートルで、少なくとも18節の施設からなる。施設間の境目は、配側では不明瞭だが、副側では三角形の石管膜に大きく分かれており、幅広い可動域が示唆される。施設の高さより長く、 両側に無数の細い棘が並んだ羽毛様の内突起は第2施設から少なくとも第18施設まで1施設の複足に1体ずつ備えている。つかぶにあたる第1施設の内突起は単純の長い棘状で棘はない。内突起の長さは同期的でアノマロカリスとアンプレクトベルアかのように施設ごとに長短を繰り返すことはない。また、 いくつかの化石標本では、内突起の屈曲や欠損が見られるため、柔軟性を持っていたと考えられる。上述の特徴以外では、模式標本マグ29,154の全部付属紙には太い棘状の最終施設と、その直前の施設にある配属の短い棘が見られる。標本マグ3502には全部付属紙の基部を覆い、丸みを帯びていた。 頭部配属の甲側の前半部として考えられる断片が見られる。体は発見されていないが、全部付属詞の長さを同じくラディオドンタ類であるアノマルカリスの比率に合わせて換算すると、本属の体長は30センチメートル前後に当たると推測される。タミシオカリスは、騎状の全部付属詞を用いて、プランクトンを取る見学物職者であったと考えられる。 全部付属詞の上下に湾曲する動作により、水中のプランクトンを愚かし、それを口のところへ運んでいったと思われる。また、そのうち突起にある専門の感覚から推算すると、タミシオカリスの全部付属詞は、原生の貝足類の大きさと、大まかに対応できた、体長 0.5mm ほど、小さな物質をもろかできたと推測される。従来、タミシオカリスは、 グリーンランドのシリウスパセットからの化石標本のみによって知られていたが、ペイツデイリー2018をはじめとして、アメリカのペンシルベニア州におけるキンザース・フォーメーションからも、本属と思われる化石標本が発見された。最初は、現記術において唯一に知られる化石標本マグ29154は、ラディオドンタルイの全部付属紙に似通うものの、 施設の境目や石管膜など関節指摘性質が見られないため、タミシオカリスはアノマロカリス類であるかもしれないものと記載された。後にビンサーへ通る2014の再記述により、関節指摘性質を保存した新たな化石標本によって、ラディオドンタ類として認められ、全部付属子の構造、植生と生態、ラディオドンタ類における系統的位置も詳しく分析された。 アノマローコリス・ブリクジーとタミシオカリスの全部付属したミタミシオカリスはタミシオカリスかの模式族である。この戸川、ビンサーへ通る2014では学名はシーシオキャロディと命名された。この学名はクジラのエビを意味しカナダのアーティストであるジョン・ミシャー・ローズによって2013年に描かれた架空のろ化接触者であるラディオドンタルの架空分類名セタカリスに由来する。 しかしその後、この学名は国際動物命名規約の一部の条項に応じていないため無効であるとされ、ペイツデイリー2018で正式にタマジーコリデリーへ改名された。ほとんどの系統解析ではアノマルオコリス・ブリクジーは本属の姉妹群とみなされ、共にタミシオカリス科に分類される。タミシオカリス族の中で正式に命名される種は、 グリーンランドのシリウスパセットで発見されたタイプ種、タマツヨカリスボレアリスのみである。アメリカ・ペンシルベニア州のキンザースフォーメーションで見つかり、本属のタマツヨカリスアフ、ボレアリスと同定される、化石標本は、シリウスパセットのものに比べて、全部付属種は、すべての内特器に、専門状のトゲを描く。これは該当化石の元からの特徴、もしくは単にトゲが、 化石化の過程で脱落したと考えられる。本属が発見される以前では、ラディオドンタ類は全般的に活動的な捕食者と考えられた。そのため、転落物食者であるタミシオカリスの発見は、この説を覆し、ラディオドンタ類の多様な食性を示唆する証拠として挙げられる。その後も、ロカセ触食。 剣濁物食者のラディオドンタ類とされるエギロカシスとパボンティアの発見により、この説はさらに確かめられた。このような大型動物を主にした分類群における、粘毛な捕食者と穏やかな剣濁物食、露化接触者という対照的な食生の文化は、大型捕食者を主にした原生のサメ類とクジラ類にも見られ、動物界の進化史上に何度も、 独自に起こした修練進化の一つである。タミシオカリスの発見により、この現象はカンブリア紀までにも遡るようになっており、本種も最古の見学物色者の一つとして知られるようになった。また、大型見学物色者であるタミシオカリスの発見も、カンブリア紀には動物プランクトンが存在し、ラディオドンタルイはそれと共振化したことを示唆する。これにより、 カンブリア紀には従来の推測よりも現代的な生態ピラミッドを持つことも示される。ありがとうございます。